宮崎北斗は、日本中央競馬会美穂トレーニングセンターに所属する、騎手。身体教育機関、Z ヘルスのトレーナー資格を持っている。2004年に、競馬学校第23期生として入学し、2007年に騎士免許を取得。同年にミホ、美穂高市刑事厩舎所属として、騎手デビュー。同期に、浜中俊、藤岡孝太。 丸田京介、草野太郎らがいる。初起城は、同年三月三日、中京競馬、第二競争のオリジナルカラーで三着。初勝利は、同年四月二十一日福島競馬第三競争で、デビュー戦に起城したオリジナルカラーであった。二千八年十二月二十日、第四十六回愛知杯で、単勝十六番人気のセラフィックロンプに起城し、重賞競争初挑戦で、 初勝利を挙げた。2011年6月9日に、タレントの高橋舞と入籍。2012年8月11日の札幌競馬第6、競争でモンサンウィーティアに起乗し JRA 通算100勝を達成。平成25年度においては、障害競争の騎士免許を更新しなかったため、2013年3月1日からは、平地免許のみとなる。 2014年に落馬負傷したことをきっかけに、アメリカにて、応用脳神経学の勉強をはじめ、日本で数名しか取得していない Z、ヘルストレーナー資格を取得。茨城県にて、パーソナルセッションを、主とするスタジオを開設した。2019年3月、YouTube、カラダマニアチャンネル開設。ありがとうございます。